北川圭一の本音でインプレッション。鈴木ジクサー SF250 のインプレッションです。このジクサーはですね、インドを中心にジクサー150が販売されてからですね、フルモデルチェンジする際に250をラインナップに加え、ジクサーをシリーズ化しております。今回は、カウルのついたタイプ SF のタイプですね。この、見ていただいた通りですね、本当フルカウリング、スポーティーな、シルエット、低く構えていまして、スタイリッシュな感じですよね。本当スポーツ性の高そうな、デザインだと思います。で、前から見ていただくとですね、LED ライトですね、非常にワイドな感じの LED ライトで特徴的なライトとなってますね。で、あとね、スクリーンもね、ちょっと小ぶりなスクリーンがついてて、かなり低めな感じですかね。ミラーもですね、ちょっとね、ミラーの視認性もかなりいいですし、はい、前回りなんですけども、ブレーキはですね、300ミリのディスクがついておりますね。で、フロントフォークは41パイの、インナーチューブとなっているので、剛性感もしっかりあります。またね、ブレーキはですね、ABS も、装備されていますので、もしもの時にもね、安心な装備がついていますね。リアサスペンション、モノサスの、7段階の、ね、調整ができるモノサスになっております。メーターパネルはフル液晶ディスプレイを装備、スイッチをオンするとゴーと出ますね。バータイプのタコメーターとデジタルスピードメーターね、オドメーター、あとギアポジション、これねついてるとねすごく便利ですね。走ってるとですね、ギアのポジション、今何速に入ってるか分かるんでね。またオイル交換のサインを知らせてくれるインジケーターも採用されていますね。この辺りもね便利なんじゃないかなと思います。今またがってみるとですね、こうポジションなんですね、ポジションセパレートハンドルなんですけれども、それほど、低くなく、割と楽なセパレートハンドルで、ステップね、シートとステップの間なんですけども、ここはねちょっとね長く感じるんですよね。シートとステップ感が長く感じて、でちょっとステップが低いんですよ。で、実際サーキット走ってみると、ステップね、これ見たらガリガリ吸っちゃってね、バンク角がちょっとね少ないなっていう印象なんですね。で、でもですね、実際このノーマルの状態でサーキット走って、すごく楽しく走れたな、そんな印象ですね。で、ちょっと乗った感じのフィーリングとしてはですね、腰高感があるような感じ、ちょっとねポジション高いなっていうイメージで、あとそうですね、タイヤがですね、ラジアルタイヤ、ダンロップの GPR300 が装着されているので、ノーマルでサーキット走ってもそれなりのグリップをね発揮してですね、結構楽しめる。この 250cc は本当ね、楽しくなる、そんな感じですね。特に行動なんかでもですね、ギャップの追従性も良かったですし、非常になんか乗ってて楽しいオートバイだなっていう、そういう印象ですかね。マフラーはですね、エンドはですね、デュアルになってスポーティーな感じとなっております。エンジンはですね、新型の油冷エンジンを搭載しておりまして、単気筒 SOHC 4ワルブの26馬力を発揮しています。実際ですね、サーキット走ってみて、すごくね低速からトルクがあってスムーズなエンジンの吹き上がり、コーナーからの脱出もねすごくスムーズにね、エンジンのフィーリング良かったです。やはり低速から高速までかなりスムースに吹き上がる、これはね扱いやすいエンジンだなって思いましたね。サーキット以外公道も走りました。公道を走ったらですね、やはり非常に走りやすくてですね、エンジン特性、非常に乗りやすい特性となっていましたね。で、ハンドリングですね、ハンドリングはですね、このジクサー150と同じ車体を使っているので非常にコンパクトで、軽快なハンドリング、もう乗ってて楽しいんですよね。本当いい感じで楽しく走れますし、またエンジンも下から上まですっきりね回り切ってくれるんで、スポーツ性能がかなり高い印象でしたね。何が驚いたかっていうと価格です。
まああのね、50万円を切ってるんですね。48万1800円、 250cc のスポーツモデルでこの価格、まあ本当ね、乗っても楽しいし、もうエンジンもねパワフルですから、本当ね、中型免許取り立ての方とかですね、 250cc のスポーツバイク欲しいなって言った方にですね、ぜひね、おすすめしたいなと思います。